かな、月咲く夜にを踊っていただきます。何かお話しすることございますか？なんかね、さっきちょっとお伺いしたんですが、先生と何やら奇跡の出会いがあったとかっていうのをちょっとお伺いしたんで、お話はい、本当に偶然が偶然をの重なりで、今ここのステージに立たせていただいております。私たち本当にコロナの間、月2回会って、ちょっとおしゃべりして踊り1曲踊ってのずっと3年間でしたけれど、本当に先生と、ほんの5分の時間差があったらもうここにいることはなかったと思います。縁というものを本当に大切にしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではよさこいダブルシックスの皆さんです。今一度盛大な拍手でお迎えください。
し踊れ歌って踊れはゆいやっさ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 